皆さんこんにちは、ゆべしです。本日はですね、なんと大人ナチュラル女子のグレイル大量購入品紹介と大人ナチュラルコーデを紹介していきたいと思います。グレイルって言うとちょっとゆべしちゃんらしくないんじゃないかなとか、私たちが見るサイトではないのかなっていう風に、もしかしたら視聴者さんとか思ってる方もいるのかなっていう風に思います。だけどそんなみんなとかにもかなり参考になれる動画が今回作れたなっていう風に思っているので、ぜひ最後まで楽しんでいってもらえたら嬉しいなと思います。それでは動画どうぞ。グレイルの企画はね、今回私初めてなんですけど、グレイル自体はネットとかにも書いてあったんですけど、トレンドのアイテムが手に入る日本最大級のファストファッションの通販サイトっていうことで書いてあって、本当にたくさんのお洋服がありました。しかも値段も1000円とか2000円とか、コートでも3000円とかで買えたりするものもあったりとか、本当にお財布に優しいブランドでした。通販のサイトだから、まあ当たり外れとかちょっと不安な面もあったんだけど、今回ねみんなにはちょっとそういった私の買ったものとか当たり外れ含めて参考にしてもらえれば嬉しいなっていう風に思うし、なんやかんや当たりのものがすごく多かったから、ぜひぜひ最後までね、コーデ含め楽しんで見ていってください。前置きが長くなりましたが、こっからはね、購入品紹介とコーデやっていきたいと思います。どうぞ。それではね、早速1着目から紹介していきます。来てたー、アーガイル柄ニットカーディガン2899円の商品です。サイズはフリーサイズです。このカーディガンは実は私ネットで見た時に一目惚れして、一番最初に購入を決めた商品です。何が可愛いかっていうと、やっぱりこのね、柄が可愛いです。すごく大人っぽい配色でもあるし、ヴィンテージ感もあるような、ちょっと古着感もあるような、すごく可愛い商品だなっていう風に思いました。そしてこの柄の他に好きなポイント実は3つありました。こちら紹介していきます。2つ目はボタンが可愛いです。ボタンがこんな感じでプラスチックなんですけど、ちょっと木目調になっていて、よりナチュラルな雰囲気が出ていて可愛いなと思いました。そして3つ目は肌触り、もちもちとした軽いニットですごくいいです。とってもあったかいし、着心地がいいし、全然チクチクしないし、かなりいい感じです。そして4つ目はこの首のね、開き具合です。ちょっとだけ鎖骨が見えるくらいね、開き具合なんですけど、とってもね、首も綺麗に見えて小顔に見えるし、タートルとかと合わせた時とかのバランスもすごくいいニットカーディガンです。ただちょっと注意点は、どの通販サイトでもそうだと思うんだけど、グレイでこんな感じのね、ビニール袋に入って届くんですね。このビニール袋から取り出した時にちょっとこう通販の香りがする感じがあるから、一旦干したりとかして匂いを軽減した方がいいのかなっていうふうには思いました。それではね、このカーディガンを使ったコーディネートに移りたいと思います。どうぞ。こちらのコーディネートはカーディガンを主役に、他のアイテムはモノトーンでまとめてみたコーディネートです。比較的落ち着いたアーガイル柄だけど、とっても印象的でコーディネートの主役になってくれます。そして合わせたこちらのブラックのね、プリーツスカートも実はグレイルのものです。ちょっと重みのあるプリーツスカートで、上品さもありつつ、とってもシンプルなので使いやすいプリーツスカートです。全体的にとても上品で大人っぽい、かなりお気に入りのコーディネートです。それでは次の着こなし方いきましょう。こちらのコーディネートは先ほどのコーディネートとはまたちょっと違って、カジュアルナチュラルなコーディネートです。今回は、GU のサロペットと合わせてみたんですけど、サロペットと合わせるとよりね、ほっこり感が出て、とってもナチュラルな印象になります。今回はバランス的にまとめ髪の方が良くって、すっきりとしたお団子頭にしてみました。こんな感じでこのカーディガンは羽織みたいな雰囲気でね、着てもとっても可愛いです。今回はちょっとコート合わせのコーディネートは作れなかったんですけど、もちろんコートを合わせてみてもとっても可愛いと思います。それでは次のアイテムに移りたいと思います。じゃじゃーん、幾何学柄フレアロングニットスカート、税込み1999円の商品です。私はブラウンのカラーを購入しました。サイズはフリーサイズです。こちらはとってもね、大人っぽい印象で、大人女子のみんなとかにもかなりいいアイテムなんじゃないかなっていう風に思って購入したアイテムです。とってもね、このひだの感じ、ドレープの感じが可愛くって、かなり上品なイメージで着れるスカートです。そしてそれなりに静電気は立ってしまうんですけど、こんな感じのニットの素材
材感なのでかなり暖かく着ることができる寒い日にもぴったりなスカートかなというふうに思います。そして柄も結構印象的なアイテムなので冬とかは結構シンプルなニットとかセーターを持っている方多いと思うんですけど、そういうものと合わせた時にとってもコーディネートのアクセントになってくれるので履くだけでおしゃれに見えるのでかなり便利なアイテムかなというふうに思いました。それではコーディネート移ります。どうぞ。こんな感じにね着こなしてみました。無印良品のタートルにトラディショナルウェザーウェアのコート、そしてそこにねこのグレールのスカートを合わせてみたんですけど、ちょっとプチプラには見えないぐらいねとっても高級感が出ていて上品な印象に仕上がりました。スカートのラインがねこんな感じで広がりすぎないフレアが綺麗なスカートなのでとってもね上品見えします。静電気はねちょっと立ちやすいけどとっても大人っぽくおしゃれに着れる大人女子にかなりおすすめしたいスカートです。それでは次の着こなし方に移ります。変身。こちらの着こなし方はまた先ほどとはちょっと印象が変わってよりカジュアルな印象になりました。だけど全然上品さも残っているような大人にぴったりなコーディネートです。そして実はこの合わせたねセーターも実はグレールのものなんです。実はこのニットはちょっとね柄が入っているんですけど割と落ち着いた柄なのでこんな感じで柄物のスカートと合わせてもバランスが良かったです。こちらのスカートは大人っぽい柄だけどニット素材できているのでちょっとカジュアルな印象にもチェンジできるっていうところがすごくいいポイントだなっていうふうに思います。全体のバランスがとっても大好きなコーディネートです。それでは続いてのアイテム移りたいと思います。いつの間にか着てたボーダーショート丈ニットカーディガン税込み1799円の商品です。カラー展開ブラックとアイボリーあったんですけど私はアイボリーのカラーを購入しました。サイズは、M サイズフリーサイズですね。ボーダーの太さとかも太すぎないのですごく大人っぽく着れるしボーダーの位置とかも上にあるタイプでかつこんな感じで割とショート丈な丈感になっているのでかなりスタイルアップして見えるような使いやすいカーディガンかなと思います。こちらはゆとりがあるカーディガンっていうよりかは腕の部分とか若干密着するような感じはあるので綺麗見えしたい時にぴったりなアイテムかなと思います。ただこちらねちょっと気をつけてほしいことがあってサイトで見た時に着画の方で実はここにポケットがついてたのだけど実際に届いてみたらここにポケットがついてないタイプで物の画像の方が合っていたのでそちらはちょっと気をつけた方がいいのかなと思います。だけども私的にここにポケットがない方がすごく大人っぽく着れていいなっていう風に思ったしボタンも可愛いし春まで着れるしっていうのでかなり買ってよかったなっていう風に思って大満足のアイテムです。それではこのカーディガンを使ったコーディネートに移りましょう。どうぞ。こちらはシンプルながらもとっても大人でねおしゃれなコーディネートです。グレールのボーダーのカーディガンの下には GU のタートルネックを合わせて下はチノパンを合わせてみました。ブラックを小物とかでちょっとずつ入れて統一することによってより大人な印象になります。グレールはちょっと若めな印象が今まであったけどこんな感じでねシンプルおしゃれなお洋服もあるということに今回気づき大人ナチュラルコーディネートにもかなり活かすことができて大満足です。それでは次の着こなし方いきましょう。変身。続いてのコーディネートはちょいとパリっぽい感じです。こちらのカーディガンを主役に他のアイテムは全部ブラックでまとめてみたところがポイントです。そしてインナーはこんな感じで襟付きのねブラックのアイテムを合わせたんですけどちょっとこう襟がね首元から見える感じもとっても可愛いなっていう風に思います。カーディガンは今回は開けて着てみたんですけど締めて着ても可愛いし本当にね使い勝手がいいです。こんな感じでボーダーの着こなしは終わりになります。それでは続いてのアイテムに移りたいと思います。じゃーん。着替えてきました。こちらはリボンベルト付きウィングショルダーシャツワンピース税込み1999円の商品です。カラー展開はブラックとブルーがあって私はブルーを選びました。サイズ展開は SML サイズあって私は M サイズを購入しました。私はちょっとねいつもならなかなか挑戦できないようなちょっと鮮やかなブルーも安いしっていうことで挑戦してみたんですけど案の定清潔感があってめっちゃ可愛いっていうことで紹介します。気に入ってるポイント
ポイント的には付属でねウエストを縛る紐がついてくるんですよ。紐は取り外し可能なので結構いろんな着方ができます。紐をつけて着てみたバージョンはこんな感じ。すごく女性らしくて上品さもあってとっても可愛いですね。そして紐を取って着てみたバージョンはこんな感じ。すごくナチュラルな雰囲気が出てて、これはこれですごくいいなと思います。しかもこれはシャツタイプになっていて、全部ボタンを開けることができるので羽織とかとして着ることもできるので、かなり着回し力も高いアイテムです。そしてデザイン的に可愛いなと思ったところがあって、肩の切り返しのところとかも結構可愛いです。ギャザーがたっぷり入っています。なのでシンプルだけどシンプルになりすぎず、これ1枚でコーデが完成するようなワンピースです。そして袖のところがめっちゃ可愛い。すごいポワンとしてる袖な感じになっていて、すごく高見えする、とっても可愛いデザインだなっていう風に思いました。生地感とかもこんな感じで、スウェードがかったようなぬくもり感のある生地感になっていて、冬にぴったりかなっていう風に思いました。私的にこれにベストを合わせて着るのとかもすっごい可愛いなっていう風に思ったので、コーデをね紹介しようと思います。どうぞ。こちらの着こなし方はグレールのワンピースに GU のベストを合わせたナチュラルコーディネートです。もうワンピース単体で着たら絶対に可愛いっていうことは分かっているというふうに思ったので、今回はベストを合わせてみました。ワンピースの袖のねふわっとしたところがとっても特徴的で可愛いので、カジュアルな印象のベストを合わせてもとってもねナチュラルガーリーな印象になります。そして今回はよりナチュラルな印象にしたかったので、ホワイトのソックスにストラップシューズを合わせてカゴバッグを持ってみました。そして全体的にふわっとしたシルエットなので、髪型はすっきりとお団子にまとめてみました。私らしさもありつつ大人ナチュラルガーリーな、とってもねお気に入りのコーディネートです。それでは続いてのアイテムに移りたいと思います。続いてが最後のねアイテムです。じゃじゃーん。こちらはキルティングフレアロングスカート、税込み2099円の商品です。カラー展開はブラックとアイボリーがあって、私はアイボリーのカラーを購入しました。サイズ展開は SML あって、私は S サイズを購入しました。こちらのスカートなんですけど、まずなんといってもシルエットがめちゃめちゃ可愛いですよ。フレアに A ラインな感じで広がる感じがすごく綺麗なんですね。しかも結構しっかりとしたキルティング素材なんですよ。わかるかな、こんな感じです。厚さもねこんな感じで結構しっかりとなります。なので本当にほっこりと暖かく着れるスカートです。横はこんな感じでボタンで締めるようになっていて、ちょっと着るとき手間だけどボタンで買って締めていきます。後ろはこんな感じでゴムになっていて、ウエストとかもある程度調整できるかなと思います。私は結構骨格ウェーブでウエストにあんまりお肉がつきにくいタイプなので、ちょっとハイウエスト気味のアイテムは S サイズを選ぶことが多いんですけど、今回も S サイズ買って結構ジャストっていう感じでした。なので M サイズでもちょっとゆとりがあってもよかったのかなっていう感じはありましたね。私とかはやっぱりこれはすごく綺麗なシルエットなので、上はちょっとピタッとしたアイテムと合わせるのがすごくいいなっていう風に思って、タートル合わせが好きなんですけど、こちらのねコーディネート紹介しようと思います。どうぞ。こちら大人ナチュラルモノトーンコーディネートです。ホワイトのアイテムはやっぱり膨張色ではどうしてもあるので、他の小物やトップスはブラックでまとめてみました。そうすることでコーディネート全体が引き締まります。今回私はホワイトのソックスを合わせたんですけど、ブラックのタイツとかでもスッキリとして可愛いと思います。こちらのスカートは本当にね A ラインのシルエットがとっても綺麗で、ハイウエストなスカートでもあるのでとってもスタイルがよく見えます。そしてねお気に入りのマリメッコのバッグとの相性もとってもいいですね。すごくお気に入りな大人コーディネートです。今回のグレールコーディネートはこちらで全て終わりです。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。皆さん今回の動画はいかがでしたでしょうか。初めてのグレールでのお買い物だったんですけど、総合的に私は今回お買い物して良かったです。大正解でした。グレール本当にたくさんのアイテムを取り扱っているので、中には私らしくないなっていう風な思うアイテムももちろんあったけど、そのたくさんの中には本当にこれ私たちが着るしかないなっていう風に思う光るアイテムとかもあったりとかして、かつすごくお財布に優しいので毎回ねチェックしておいた方
方が絶対にいい買い物ができるすごくいいサイトだなっていうふうに思いました。そして今回私2便に分けてちょっと頼んだんですけど、1つは5日間で届いて1つは7日間で届きました。個人的にもっと待たされるかなっていうふうなイメージがあったので、物にはよるかなっていうふうに思うんですけど、比較的スムーズに届く通販サイトなのかなっていうふうに思いました。もしこの動画が好評だったら、またグレールとかも私もチェックしていいなって思ったアイテムとかはみんなに共有していきたいなっていうふうに思っているので、この動画が面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントとかもたくさんお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。